よし、せーの、どうもカメラマンの山田と舞です。はい、ということで今回なんですけど、はい、今回は珍しく同棲についてちょっと動画で語っちゃおうかなって思ってるんすよキモい、キモい、どうした、びっくりしたはい、ということで今回は僕たち、もうかれこれね3年ぐらい同棲してるんですけど、まあ仲1年ぐらい抜けてるけどね。そうだね、うん、そうそうそう、でも今3年目が終わろうとしてるんだよね。なんですけど、ね、はい、この同棲についてちょっとねお伝えしていこうかなと思って、その第1弾、はい、お金どうしてんのって、あーねこれちょっと難しい問題だからね、やっぱ同棲難しいけど大事よね。そうそうそう、同棲してる人とか、うん、同棲したいなって思ってる人とか、同棲始めたけどどうしようって思ってる人たちにとっては、うん、多分結構重要な問題だと思うの、お金、うん、そう、重要、めっちゃ大事だと思うね、うん、だからあくまでも僕ら2人のやり方というか、うんうん、まあ、やり方の一つとしてこういうやり方をしてますっていうのをお伝えしていけたらなと思います。はい、というわけでレッツゴーゴー。でまず、はい、どういうシステムでうちのお金は回ってるんですか。どういうシステムでですか、うん、うちはですね、一言で言うとざっくり折半、ざっくり、そう、ざっくり折半、だいたい折半、そう、だいきっちりとかじゃない、ざっくり折半っていうシステムでやってますね、うん、なるほどね、はい、で基本的には月始めとか月終わりに僕がお金を払って舞ちゃんに、そのお金のうちの一部を2人の共用財布の中に入れてるっていう感じかな。そうなんですよね。もともとこの家が私の家じゃないですか。そう、そこがねちょっとね特殊なところ。そうそうそう、まあ同棲始めるために探したお家ではあるけれども、うん、まあ私のお家なわけですよ、うん、ここはまあ一人暮らしもできるみたいな、だから引き落とし関係がね全部私の口座になっているわけですよ。うんうんうん、そう、そうそうそう、そういうこと、そこが一番のあれだね、そうポイントなのよ。ポイント1、引き落とし口座は私の個人口座でございます。そういうことです。そう、なのでこっから引かれるのがだいたい家賃と光熱費とネット代かな。これが合わせて会社の住居手当分を差し引くと、この全部合わせて引き落としが6万円ぐらいなわけですよ。実際に払ってる金額は6万円ぐらい。そうで、そこプラスかかるお金ってあるじゃないですか、うん、食費とか、うん、まあ、生活、うん、必需品を買う雑費みたいな、雑費とか、うん、その辺をざっくり月でだいたい3万円ぐらい使うだろうっていうふうに予測して、うん、6+3で9ですよ、うん、9万円月に使うというふうに考えました、うん、なので4万5千円を山田から現金でもらおうっていう、そうそうそう、ね、うん、そういう仕組みでございますよ。で4万5千円のうち舞ちゃんが払いすぎちゃってる1万5千円は舞ちゃんの手元に入る。そう、でそのうちの3万円を共用財布の中に入れてる。そう、それがこちらミニオン。ミニオン、かわいいね、かわいいでしょ、ね、でこの中に3万円入れると。そう、でこの中から食費、雑費を払っていくっていう風でやっております、うんうん、そういうことです。そうなんです。じゃあ本当に3万円もかかる。月末31日とかに、うん、なんか数えますよ、うんうんうん、そしたらね、だいたいね8000円ぐらい残ってるのよ。おう、だから2万2000円ぐらいしか使ってないのか。そう、なのでそれはどうするかっていうと返金でございますよ。返金タイムです。夢の返金タイム。返金でございますよ。これいいよね、この制度めっちゃいい。いいよね、これがだってさ月の楽しみだよね、割と。そうだよ、31日になったら帰ってくる、なんかお小遣いもらえるみたいな、過払い金が返ってくるみたいな。そう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 、まあ、そこは返金は折半で、うんうん、そこはちゃんと1円単位で半分にしている。そうね、うん、
ていう感じかな。そうですね、年金制度があることによってさ、節約めっちゃ頑張るんだよね、うんうんうん、スーパー行ってもさ、あ、年金多くしたいからちょっとこれ買うのやめようとかさ、うん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 、無駄遣いがめっちゃね減りました。素晴らしい、素晴らしい制度だと思う。そう、家事分担とか、うんうんはまた別に出そうと思ってるんだけど、はい、基本的にお買い物はまいちゃんが行ってくれてるんだよね、うん、そうだね、そうそう、だからまいちゃんが基本的に節約してくれてる。そう、その分の恩恵を受けてるそう、最後の集計もさやってるからさ、そうそう、まいちゃんがやってるからね。知らない、知らない、お金のこと本当にわかんないただこれさ、あれだよね、あの外食は別にしてるからさ。あ、そうです、そう、外食は自分たちの、うん、お財布の中からお金を出しているから、そうだね、うん、だ毎日ご飯食べてるわけじゃないから何とも言えないっちゃ言えないね、まあ、まあね、外食するとどうしてもちょっと高くなっちゃうだろうね、うん、同棲する前からね、外食とかは大体折半だからね。そうだね、ざっくり折半がずっと続いている気がする、我らは。お金に関してはさ、割とあれだよね、いつか絶対に折半になるみたいなのがもっとのところある。そう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 ちりつもでしょみたいな。そうそうそう、適当なんだよね基本的に。そうなんだよね。まあさ、1円単位でさ、ちゃんと計算して家計簿つけて折半っていう同性カップルさんもさ、結構いると思うよ、そりゃ。うん、どっちかが気になるんだったら絶対そうするべきだし、うん、そうだね、どっちも気にならないっていうレアパターンだから、うん、逆に多分1円単位でやると、うん、めんどくさくねっていうのが生まれてくるわけ。そうなのよ、ね、やっぱ同棲はね、長く続けることを前提に考えないといけないから、うん、ってことはね、やっぱ自分に合ったやり方でやっていくのがいいと思う、うん、思います。思います。そうでございます。他のカップルでよくあったのは、うん、なんか共通の口座がありますみたいな。はあ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 、うちないね、それは。ない。ないね。ないね。ない。あくまで他人、うん。そうなのよ。うん、お金を共有はね、するもんじゃないなとは思っちゃうかな。個人的にはね、個人的にはそう思っちゃう。個人的にはね、うちらの場合、そういうところの考えがさ、合ってるから。うん。今のやり方があってるね。あくまで他人そう、共用口座とか共用のクレジットカードとかあったら便利だなとはすごい思うね。買い物しててさ、現金で毎回払うのめんどくさいし、ポイントはつかないし。そう、ポイントつかないんだよね。そう、勧誘はすごいし、ああいうのを見ると、あー共用口座とかカード便利だろうな思いはする。はい、まあそんな感じだな。そんな感じです。というわけで、とにかく基本的に折半ってことです。そうです、基本的に折半。そう、あとうちのモットーはあくまで他人。そう、それがうちのモットー。そう、うちのモットーね。そ う, そう、あくまで他人ですから、っていう感じで、まあ、ちょっと変わった、うん、カップル事情であり、ちょっと変わった同性事情でね。そうだね、ではあるけど、うん、まあなんかね、誰かの参考になればなと思います、うんうん、まあ割といいやり方ですよ、うん、トラブルも少ない、わかりやすい、うん、ですです。はい、まあ、詳しいね、あの金額、家賃だとかさ、いろんなものの金額はまた今度は公開するのもありだね。それもね、絶対参考になると思う。だってさ、どれぐらいの家借りたらいいんだろうって思うじゃん。そうだよね、うん、絶対いくらぐらいかかるんだろうって絶対本当に分からないからさ、知りたいよね、うん、ね。ということで、はい、今回の動画は以上です。以上です。また次の同棲生活のあれこれで、あれこれなんかこれタイトル決めてやると面白いの。次回ね、はい、同棲生活のすすめでお会いいたしましょう僕たち2人のインスタグラムとツイッターぜひぜひチェックしてください。お願いします。チャンネル登録もね、チャンネル登録も、うん、もうちょいで100人いきそうだから、はい、ぜひお願いします。お願いします。お願いします。
願いします。という感じで、はい、バイ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 。長々喋っちゃった。バイバイ。長々喋っちゃったね。寒いわ。このスタイル結構いい。冬場ずっとさ、うん、手出してなかったよね。うんずっと手がこうこたつの中入ってた最後のバイバイも出さないかと思ったらね、出した。寒いもん、だって手出すと。感じで、はい、以上。Someone live in tonight, I'm thinking.